時は戦国、いずことも知れぬ山奥の古道にその者たちの姿はあった。竜の右目片倉小十郎率いる敗走の伊達軍である。天下への志を胸に揚々と南下を試みたものの、魔王亡き後に猛威を振るう豊臣の手のひらはあまりにも厚く、小田原北にてあえなく玉砕。肩を寄せ合い必死に落ち延びる様は、皮肉なことにこの豊臣波動の世においていかにも普遍的な情景でしかなかった。先は風下、人も通わぬ暴れ道、身を隠すにはこの上ねえ。政宗様、今しばらく忍ばれよ、この峠を抜けるまで。過疎消し流走。海がぬめっていやがる。嫌な山道だ。いや、よどんでいるのは俺の心か。ウサギよ、フクロウよ、俺たちの息を知らせてくれるなよ。
りめえだ。マサナ様が再び不覚を召されし時は俺が。老死がいもない、そうてめえは言ったのだろうな、竹中。赤い怒りを抑えろ。政宗様が死ぬ。我らに名前はない、我らに懺悔はない、故にお前にも何もない。そうか、違うか。やればわかる。時はあるのだ、日はすでに落ちている。てめえらがここにいるということは、どこかを見た顔がつくづく縁がある。互いに好ましくはないだろう。てめえらを切り、政宗様の無難を得る。正当はそれだけだ。惑わされはしねえ。本当にそうか。それが正解だ。まあ我らにはどうでもいい。俺が立つ理由、てめえらには分からねえだろう。それはてめえらに欠けたものだからだ。恐れるとすればただ一つ、いや言うまい。再び負ければ奪われ、再び負ければ潰される。二度負ければ嘲笑え。それが戦だ。
騒ぐな、コヌレよ。俺の席など分かっている。過ちは二度と犯さねえ。やはり嫌がったか、松永久秀。ごきげんよう、竜の右目。小田原への押し入りか、それとも追いはぎか。どちらでも構いはしねえ。今はてめえに関わってなどいられねえ。ケイトは随分久しいが、正直驚いたよ。ケイのそのような瞳を見ることになろうとはな。何？そう、おののき不安に揺れる古竜の目だ。てめえ！あの真夏はいいな。映画の小田原、その壁をも砕く平、人の根元に眠るものもまたえぐり出されてゆくのだろう。まあ気がするだけだ。まずは目の前のものを改めるべきだろうな。なあ、竜の刀。ケイのアルカは眠りし竜のもとではないはずだ。その問答、第七の刃として答えてやる。てめえの邪気に染まる爪などありはしねえ。なぜ刀を差し出して命乞いをしない。主の身のためならば、それは捨てるべきもの。てめえと語るたび、俺の中から何かが消える。神戸を垂れず、逃げの隠れもできぬまま。知らなかった。罪を重ねるのが趣向とは。てめえという男は、今は人間の爪を賜る気分ではないな。その爪には違う逸話を期待しておくよ。はるかなる高み、この右目に映す光景はそれじゃねえ。俺にはまだ見定めるべきものがある。松永久秀のあざけりを胸に、屈辱の退却行を続ける奥州伊達軍。そんな彼らの耳に思いもかけぬ一報が届く。豊臣秀吉、徳川家康の反旗により沈没。敵の追撃はもはやないと確信させるだけの吉報に、胸をなで下ろして川中島に踏み込んだ一行。この時片倉は気がついていなかった。己が内に宿る鋭敏なる直感と断りが
相次ぐ苦境と疲弊の末に麻痺しきっていることに。誤算の霧が散った今、私を阻む者はない。いざ海へ、横たわりし者すべていてつかせよ。軍神、虎を求めて降りてきたか。東の末路。